国鉄滝5100経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同じ専用種別である滝5150型についても本項目で解説する。滝5100型は、 二、硫化炭素専用の30トン石炭区社として1956年1月19日から1979年12月24日にかけて34両が三菱重工業、川崎車用、新潟鉄工所の3社で製作された。本形式の他に二硫化炭素専用種別とする形式は多1500系、多1600系、タム200系、ダム5900系、 多さ2200系、多機5150系、多岐1100系の7形式がある。落成時の所有者は、大和宝石、日東宝石、東洋化成工業、昭和工業の4社であった。1967年4月13日に、日東宝石所有者1両が、東洋化成工業へ名義変更された。1977年3月2日に、 大和宝石所有者1両が四国火星工業へ名義変更された。1992年4月に昭和工業所有者4両がトーレファインケミカルへ名義変更された。1997年4月から1999年6月にかけて13両が日本流炭工業へ名義変更された。1979年10月より化成品分類番号。 年読36が表記された。ドーム付きな大野仏姿のタンク帯は普通構成で、厚さ5 0ト、mm、ルのグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。二役方式は、タンク上部にある積み込み口、または液出入管からの上入れ、液出入管と水圧管による上出し式である。液出入管と水圧管は S 時間を装備した。 塗装は黒、全長は 1600mm、全幅は 2527mm、全高は 3887mm、台車中心間距離は 6500mm、自用積は24.2立方メートル、自長は18.6トン、換算量数は、積車5.0、空車2.0、台車はベッテンドルフ式の TR41 シートであった。 1987年4月の国鉄分割民営化時には21両が JR 貨物に継承され、2007年10月に最後まで在籍した7両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。1963年12月25日に多岐4200型より1両の専用種別変更が、 川崎車両にて行われ、形式名は新形式である、滝5150型とされた。種車である、小滝4203は、川崎車両にて1953年6月16日に、滝4100型は同時に、形式消滅となった。タンク体は滝4100型として落成したため他の滝4200系車より一回り、大きく33トン積とされた。 また主者は一形式一両者であったためこれ以降の、造備者はなく本形式もまた一形式一両者である。記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し、小滝と表記する。落成時の所有者は、日東宝石であったが、1967年4月13日に、東洋化成工業へ、名義変更された。1979年10月より化成品、分類番号を、 年読36が表記された。塗装は黒、全長は 1700mm、全幅は 2400mm、全高は 3839mm、台車中心間距離は 6500mm、自用席は25.9立方メートル、自長は18.0トン、換算量数は、積車5.0、空車1.8、台車は、 ベッテンドルフ式の TR41C であった。1986年5月31日に廃車となり、同時に形式消滅となった。国鉄滝4100経過車に関するカテゴリー、国鉄滝5150経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。